一番。うーん、そこか。まあこれ1,2,3でなきゃ。はい、トップバッターですか。そうですね。まあどの村にもいることですけども、あおそらくね、占い師が二人に対抗が出て、えー、おそらく神名勝負ということになるんだと思うんですけども、やはり村はね、えー、占いの真偽をつけるのはもちろんのこと、やはり占い師さんにはやはり真を取ってほしいですよね。 もう占い師の精査さえ間違わなければ村は勝てる。まあこれはね、どの村もそうだけども、どうしても占い師が、うんとね、芯がね、えー、変なことをしちゃうと、やっぱりどうしても勝てないんで、その辺はだけ本当に注意したい、注意してほしい。村もね、えー、できるだけバックアップするというか、まあ、できるだけその白い人は、村は占い師に入らないでね、人道を浴び出してほしいね。まあこんなところです。2周目、場、えー、面揃ってから、ことし直します。 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。2番のハイヨグレス、えー。1番さんが、えー、占い師には頑張ってほしい。占い師はしっかりしたいと意味です。よね私も同意見です、えー。実際ですね。 えー、占い師 2CO へ 3CO になった時にですね、今、まあ、3CO だと、えー、ローラーっていう可能性が非常に高いと思いますけど、えー、真の占い師、ここをですね、えー、決め打てる、えー、これが一番村は強いと思ってます、えー、なのでね、私も占い師さんには頑張ってほしいなと思います、えー、あとですね、えー、これ私のですね、えー、今回の村で貸した、なんていうのあれなんですけど、サンナワでおらしたい。サンナワ。 シャンナーで二陣路、これを注意したいと思います。そのための動き、片白だと何だろと注意しましょう。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、村人慎也です。特に使用ございません。どうでしょうね。1番さんから触れていくとで一番さんのねあの考えだとダメだよ。だから真の占い師でも黒い発言、変な発言すること。 多いんですけど、それ以上に対抗の発言ってもっと黒い発言するから、一見考察伸ばしているように見せてるけど、盤面とかいろいろ考えたとき、発言はやっぱおかしいなって思う点を村が拾えるかどうかだから、変な発言をしたからそいつは死んじゃないっていうのは弱い村だと思ってますね。だから村が,村が強くならないと勝てないと思ってます。二番さんに関しては気持ち悪いですね。はい 4番のプレイヤーは発言してくださいはい占い師ですランダム白。ロ7番さん7番さんが白でしたえー、っと占い真偽をつけてほしい自分占い師引いた時ってもう勝率結構なんだろう勝ちパターンって見えてて初日村側だったとしても自分のこと2戦目で見てる人釣れば結構な確率で勝てます その理由って自分、次の日、占い気持ちになるから、そうなると自分、偽で見てる人って自分に裏側でも人外表になっちゃうんだよね。なんで、もう自分は、もう自分、偽で見てる人に投票します、必ず。で、まあ、オオカミがすり寄ってくる可能性あるけど、そうなれば占えばいいし、次の日に投票行動変わってくるから、みんな違和感をそこに覚えてくるから、とりあえず5番さん以降、 占いもどっち新目で見てるか言ってほしい。もう自分の精査はもう今からしてほしい。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、うん。直近4番さんに関して言うと、うん、4番さんが、えー、と2世目で見,ら見てる、えー、村側は、村側っていうか、えーと、人は釣りたいっていうことかな。うん、で、人害が合わせてきたとしても、占えばいい。うん、うん、結構そういう。 境界、うん、集難しいのかなって思ってしまっています。うん、だから4馬さん正直あんまり印象は良くない。ただ真偽はまだついてないって感じですかね。1、2、3番さんについては、うん、占いが決め、えー、打てたら強いとか、うん、3なので勝ちたいとか、うん、正直まだ色が落ちてないかな。うん、で、馬さんに言うと、えー、変,変な村でも、 っていう,うんちょっと考察伸びねえな。ちょっと色打ちしづらいしづらいっていうかちょっと精作つけづらいな。二二三番さんは。六番のプレイヤーは発言してください。はい。六番です。特にしょうはありません。そうですね。五番さんが。 ちょっと狼さんかなって思いました。はい。理由としては、えっと、4番さんに対して、4番さんってさ、もう決めてって言ったじゃん。あの黒か白かみたいな。それを5番さんに濁した点と、なんか、1、2、3の触れ方が雑すぎたので、ちょっと狼なのかなって思っちゃいました。えっと、4番さんに答えると、ちょっと、僕は狼かなって思いました。はい。白黒つけれって言われたから、はい。まあ、狼っていうよりかは、 ちょっとついていきたくないっすねちょっと高圧的すぎてちょっと怖いっすということで一日3に関しては正直わからないですが三番さんの二番さんが気持ち悪いって言った理由が知りたいなって思いました、はい、僕は二番さんちょっとパッションがあって好きですけどね、はい、以上です。五番さんが黒いなって思いました、はい、うん黒はわかるんだけど俺に攻めてみてるか 7番のプレイヤーは発言してください,ださい単純に2番さんの喋り方に対しての指摘じゃないですかね3番さんっていうの白いなと思ったのは今発言した中では6番さんかなと思いましたま、ねえー、5番さんに入れた叩きの内容は別に違和感がなかったけど、まあ、その5番さんからヘッド買う行為っていうところで4番さんに関しても、えー、黒く見るところをつるっていうところで4番さんちょっと人狼かなと思ってる。 6番さんって全然自分の命大事にしてないんですよね。強人だと思って大事にするかなって思ってます。で、えー、っと、1、2、3番さんの発言に関して、1番さんは占い決め打ちで行きたい、2番さ3、三縄で終わらせたい、3番さん1番さんに対してその考え方はだめだと言った、2番さんもその三縄で終わらせたいっていうのは、結構1番さんに近い思考じゃないかなと思ったんで、3番さんの気持ち悪いの一言で押さ,さえたのは、ちょっと気になったかな。 4番さんに関してはあの投票行動で変わるとは言ってたんですけどそれ人道側に結構ヒント与えちゃってるんじゃないかなって思ったんでそれなんで言ったんだろうっていうのは気になりました以上現状黒いと思ってるのが6番さんで5番さんへの叩きが不当だと思ったから4番さんに対する精査は5番さんもあまり良くないっていう6番さんと同じ印象で5番さんは1番さんから3番さんまであ全然色が落ちてないで。 うん、一括りにしてるんだけどそれは6番さんも一緒で1番さんから3番さんに対して印象は分からんで決め打ってるのは5番さんと考え一緒なん,なんじゃないかなと思いました。 まあ7番さんに喧嘩売ってるわけじゃないんだけどあと3番さんのい3番さんって2番さんに言ったんじゃなくて1番さんじゃないかなと思ったんだけど1番さんって多分占い精査で占いもしっかり発言してほしいしで村目線も村,村占いの精査をしっかりしなきゃいけないっていう両目線で言ってたらそこ3番さん1番さんに対してたいたの若干不当かなって思いました6番さんと3番さんが若干黒いと思ってます他は無です9番のプレイヤーは 発言してください。発言してください占い使用します。1白です。把握お願いします。そうですね。役については1番さんの位置でセミオープンで出てほしいかなっていうふうに思ってます。占い幅狭めたいからです。一番現状、一番白いのは8番さんかなっていうふうに思ってます。私、6番さん黒いっていうふうに思いました。で、5番さんがえと1、2、3の触れ方が雑っていうふうに。 言ってたんですけど6番さんもかなり雑だったような気がするんですよ、2番さんの声でもむから3番さん、黒いから3番さん、釣りでっていうあたりが6番さん、臭いかなっていうふうに思って、それを叩けてた8番さんは白いかなと、4番さん、現状、人狼で見てます、あの生存意欲バリバリに出してきたなんで、4番さんは人狼かなっていうふうに思ってますね。 で、4番さん7に白なんですけど、7番さん6白い。まあ2周目の発言聞き次第ですけれども、囲いもあるのかなってところで追っていきたいと思ってます。現状、6が一番黒いかなっていうふうに思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。そうねうん、6が黒いですか、9番さん。自分は6が白いと思ったけどね、だから6のね、こう叩きって良かったと思いますよ。だから、 6の5叩きが太っている8番はちょっとなぁという感じ。で、3番は取りたくないかな。理由はあるんだけど、まあ、生きてたら明日は言うかな。2番さんは完全に色落ちがないところ。うん、だから6の見方で、若干9の指名がないかなっという感じかな。今のところね。うん、あと、そうね、あの6のね、この叩きが良かった理由っていうのは、5番さんが黒かったからかな。5番さんっていうのはね、あのー、 1,2,3をつけなかった、あの、審議をつけなかったというか、つけなかったときに、確か、あだな何だったかな、そうそう、えっとね、決め打てる要素が、あ、なんだ、占い師は決め打てれば強いとか、あと、サンダで終わらせるとか、いろいろ言っていたけども、1,2,3が審議つかないって言ったんだけど、それってね、2番さんの発言なんだよね。1と3の発言から全く何も拾ってない。2>, 2番さんだけの発言しか拾ってないん。さんていうの だから、三5番さんっていうのは、なんか、どうもない。1、3に全く、なんか、1、2、3に全く触れないようで、2番さんしかだけを触れているような印象なんだよね。うん、だから、それで、5番さんが黒いんで、6番さんが、5番さんを叩けるのは白いかなっていうところ。あこれはね、このトップバッターなんで、いいどうしても1周目だけの発言で、ね、こういった、なんだろう、怪しめは、全然、うんと、なんだろう、確信は持てないんだけどね。確信は持てないんだけども、今のところ発言だけ1周目だけ聞いた感じだと、 6番3が白目、5と8が黒目、3はついたくない理由がある、2番3は2周目以降、審議は4、4、9、強人かなこれ、最終盤目、9が4をとして真っ先に見たから、今のところ4、4、9強、5、8人狼で見ている。2>, 2番、のプレイヤーは発言してくださいさああ、出たか。はい。少<え>しね。1番最悪。 私も基本的にはセミオポンが強いと思いますけどね。私もあんまり6番車は注意たくないかなと思ってますよ。6番んの4番さんの性質でね、4番車、仮に死んだとはあんまり強いていきたくないってね。あの、あの発言って結構村っぽいなって私はかんあの普通に個人的に思いましたけどね。 あと4番さんと9番さんの精査は正直つきません。どっちもですね、くさい鉢にあったと思いますよ。4番さんに関してはですね、最後ポロッと出ましたけど、もうどっちが真なのか精査をしてく、ね、れ。5番さんからもう精査をしてくれと私 あのどっちっていうのも結構気になりました。9番さんに関しては、政策ぜいクソ音かなと思っておりますよ。よ6番さんがクソ、5番さんの殴りが不当なんですか、うん、?5 番さんというのはですね、ほぼほぼ発言がなかったに等しいかと私は思っておりますよ。よ、うんえー、なのでですね、別に6番さんからそんなに黒いヨって私は個人的には広げておりません。むしろ最後の発言は結構もらえしたと思いますよ。4番さんからゴリゴリ通りをされる可能性もあるんですから。 で私は思いますけどね。ということで4と9はフラットでしょ。えー、そうだな、そういう意味でもですね、今日のツイッタあげるんだったら8、8、8が約くかごめんそして3か5かな。3倍3に関しては私冒険だと思うんですけど。 なんかね、あのー、気持ち悪いって言われましたけど、あのー、昔、あの、バイクで事故って、ねあ<ー>あの、ちょっとすみません、勝ち悪くなっちゃったんでしょねえ。なので、気持ち悪いっていうのは完全に暴言だと思いますのでね、次からやめていただきたいなと思いますよ。えっていうところしかね、なんか一番ゃあね、正直、クロスラーにする必要がないかなと思ってますよ。え結構、精査もしっかりしてるし、白っぽいなと私は思っておりましんでねえ、そんなところでしょう。え今日、中だったら3か5ですね。以上。3番。 のプレイヤーは発言してください、えー、この度は2番さんに、えー、不快な思いを不快な言葉を吐いてしまい誠に申し訳ございませんでした。2番さん、えー、僕この村にいると結構強いと思うんですよ、今回。なので僕に投票しないでください。さお願いします個人的に現状で釣りたいのは6番さんかな。 まず、5番さんに対しての指摘は真っ当です。5番さんに思った点っていうのは、4番さんに対しての評価意識が難しいから、印象が悪いっていう言い方をしたんですよ。であれば、5番さん自身が、4番さんが死んだった場合に、どういう行動をしてほしいかっていう指摘と、そこに対して印象が悪いっていうようなニュアンスの仕方が黒いなって思った。そこの指摘っていうのは6番さんと同じなんですけど、6番さんが4番さんに対して狼だと思っているっていう、そこに対しての理由が薄かったところ。 46ローローっていう身内切りの線が終えたのと、9番さん目線のグレーの振れ方が浅くてよ、6番に対してだけ、えっと、5番さんに対して123の振れ方が、精査が甘いっていう指摘をしておきながら、6番さん自身も123の精査が甘いっていうだけで、6番さんがサイクなんですよね、9番さんって。であれば5、56の優劣ってどういうふうについたのかなって思っていて、96の身内切りにも見えたから、4と9どちらともラインがあるのかなって思ってる進路だった場合はね。うん だから2周目次第だけど、1周目は6万3つ釣りたいなって思ってました。8万3も6万が黒いって言った点は納得できなかったから、まあ役だからいいんですけどね。うーん7番さんに関しては正直まだ色落ちてないかな。2番に対して、2番さんは3なので終わらせたい。ちょっとそこら辺理解できなかったな。まあ、7万さん2周目ってとこですね。現状4級だった場合、4級どっちが死んであっても、死んだった場合は6万んが臭いなって思ってますね。5さんに関しても2周目次第。 うん、4番のプレイヤーは発言してくださいいやもう3番さんに関しては占い真偽をどっち新目で見てるかって言ってほしかったんだけどね現状自分は公言通り自分を偽目で見てる人に投票します公言通りねえー、と5番さんと6番さんが俺のこと新目で見てるなら両方に投票しません 5、6が自分のこと新名で見てるんであれば2か3どっちかに入れます。えっ、ー、と2と3って占い精査はもうフラットで見てるからね。えー、5と6って自分のこと新名で見てるんであれば対抗に投票してる確率は十分に上がるんですり寄りの占い値に入ります。けど俺現状5番さん結構黒く見てたんで6番さんの方が白いかなと思ってる。 で6番さんに言いたいんだけど9番さんから釣り寄されてるけどそれでも6番さんって9番さんを白く見ますかその辺もちょっと6番さんに聞きたいえー、と現状考察5番さん一番伸びてなかったと思うかなだから現状5番さん釣りたいけど5番さんが俺のこと新名で見てるなら残します投票はしません3番さんがちょっと一番白い6を怪しんでるのはちょっと3番の教示もあるかなと思ってる なんで、5と6が俺のこと新名で見てるんであれば3番さんに投票しようかな。一番白いって見られてる6番さんに投票する行為が強靭アピールかなって現状思ってます。まあ1番さんちょっとすり寄りあるけど、1番さんが明日俺に行くって言ったらもう人外あるんで、まあ一応占い位置かなと思ってる。えっ、ー、とね、5番さんと6番さんどこ釣りたいっていうのもいいけど、 占いどっち新名で見てるかを重点的に言ってほしいえ5番さん6番さんが自分を新名で見てるって言ってくれたら3番に投与します5番のプレイヤーは発言,発言してください4番さんそれはめちゃくちゃ傲慢だと思います占い師だったら真に見てるから釣りたくないとかやっぱ村的には4番さんまだ信用は,信用は半々なので うん正直そういう評価意識の仕方はちょっと新占い師っぽくないなっていう感情を抱きました。で、6番さんって4番さん狼っぽいって言ってるのに僕が発言を伸びなかったから4番さんは僕を釣りたい。いやいやもう,う6めちゃくちゃ釣りたい。僕、絶対6釣りたいっていうぐらい6釣りたいと思ってます。で4万、4番さんは6にえと釣りたいとこ聞きたいかなって言って、5、六が4を死んでみるなら3に行くっていうのもよくわからない。 うん、46のライン、めちゃくちゃ見えたと思ってますで。4万3のシーンはほぼほぼないと思,思いました。でも、教会主の仕方が、真に見てるから、えー、真に見てるなら、えー、投票しない、えー。偽に見られてるなら投票するっていうのが、真占い師感情じゃないかなっていうふうに思いました、うんうん。めちゃくちゃ違和感があります。ちょっと傲慢すぎる占い師だなっていうふうに思いました。うんなんで 1>, えーとね、1番さんは9、まあの形しらだから4の相方はないからやっぱ6は六かなと思ってますうんめちゃくちゃ6釣りたい、うん、かな7番さんまだ、えー、と2周目発言聞いてからって感じなんですけど、うん、3番さんは白いかなって思いました、うん、で9番さんがもしローであれば僕っていうのは釣り,釣りをしやすい位置だったと思うからうんう やっぱり四番さん、なんか、かなって思ってます。めちゃくちゃ六釣りたいです。六釣りましょう。マジで、皆さん。六狼だと思ってます。正直。六番。のプレイヤーは。発言してください。はい、五番さんにめっちゃ押されました。<laughs> はい、正直、五番さんが僕のことをしてる理由があんまり頭入って。こなかったです。すみません。<laughs> 結構聞いてたんですけど、頭に入ってこなかったです。ごめんなさい。えっと、どうしようかな。 5番さんがさ4番さんをについてさ2戦目に行ってる理由ってさ結局1周目と変わんないよね4番さんの動きって結局4番さんって俺についてきたやつは入れないって言ってることをさ2周目も言ったじゃんなんで5番さんいきなりさそんな2周目4番さん発期同じだったのに一気に切り捨てたのか正直分かんなかったですはいでえっとじゃあ4と9比べたら えっと、今んとこね、どっちかなって思ったら、僕は今んとこ9番3っすね。新目で見てんの。あの僕の,あの1から3に雑にフレスターの突っ込んでたんで、あ俺も <laughs>、あ、そうだなと思って、雑だったなと思ったし。で、さらに4番3って、<ー>今日、えっと、なんだろう、9番3んオカミで見てはね、3番3強人かもしれないっていうことで。で、その9番3の相方位置っていうのを、ちょっと僕知りたくて。 待ってたんですけど4番さん答えてくれなくてそれなんでだろうって思ったのもちょっと怪しんでる点ですなのでま9、あ、番さんが進化っていうとそういうわけじゃないんですけどまあ、現状ね2周目聞いた時点では9の方が新目あるのかなと思いましたはいでまあ、釣り位置なんですけどどこですかねちょっと5番さんの言ってることがわかんなくて殴り返すわけじゃないですけど5番さんですかね はい <laughs> バチバチになってますけど <laughs> なんかね4への殴りがね正直1周目とあんまり変わってなくてなんで急に変わったんだろうって7番のプレイヤーは発言してください,ださい確かに2周目で出てきた5番さんの「あの傲慢な占い師」っていうあのパワーワードは1周目でも別に4番さんに対して言えた言葉なんじゃないかなっていうところはあるよね6番さん多分そこに違和感を感じたんじゃないかな。うーん ただ、4番さんに関しては、4番さんの1周目の進行論で、自分を黒く見る人は村でも釣りたいっていう発言を残しているんですよね。であれば、4番さん目線って、片代の自分もえもちろん釣り対象に入ってくるわけですよ。ましてや、ここって新究極だから、強人もいるわけですよね。だから、4番さん目線7っていうのは、強人の線も終える。で、7っていうのは、1周目で4番さんに関して、平等を向けている。何にもかかわらず、4番さんは7の精査を全くしなかったっていうところは、

もし6番さんがローだったり人外だった場合って、ヘイト管理ができてないってよく言うじゃないですか。まさにあれ,じゃれあれが当てはまるんじゃないのかなって思ったんですけどね。で、3番さんに関しても、後半位置の6番さんに対して釣り位置上げてるっていうところで、結構白いのかなって思っちゃいました。これちょっと安直かもしれないけどね。うん。釣り位置ね、2番さんも正直あんまり色が見えてないかなって感じなんですよね、2周目。2周目ちょっと弱いかなっていう感じだったかな。 2番さんか5番さんで今考えてますけど、1人 1> ところです、ね。ちょっとまあ、8, えと8、9番さんとかどういう触れ方するのかも含めて。占い審議、僕の中でまだフラットですが、どっちかって言ったら若干4番さんに攻めかなと思ってます。以上。8番。ーああまず、役主をしたのは自分を精査に入れてほしくなかったから、無駄だから。 今日釣ろうと思ってるのは5番さんで、6番さんはなんか1周目よりは白くなったかなって感じ。5番さんで分かんなかった点が3番さん白いって言って3番さんの白理由を挙げてない点。で、多分4番さんと5番さんの考えに食い違いがあって4番さんっていうのは多分自分を死んでみなかった時に人外表なりえないから決め打ち番名で弱くなるし今回は自分を2世目で見る人を理由なく釣りたいっていう意味じゃないかなって思ってます。 うん、そこに対して多分5番さんと食い違いがあるんじゃないかなって思ってますで5番さん7番さんを精査に行って7番さんは次かなって言ったのもちょっとよく分かんなかったですうん6番さんと5番さんで見た時理由付けがあったのは6番さんだったからって安直な考えだし5番さんってこれだけ釣りをされてて厄介費がないってこと多分スムラほぼ透けてると思うから今日5番さんでいいかなと思ってて うん2番さんと5番さん比べてるんですけどちょっと2番さんの発言が正直あまり思い出す思い出せてなくて6を釣りたくないって言って8だな88役か3か5に行きますって言ってるだけだからちょっとよくわかんないかな2番色みたい位置かな今日5番さん釣りでいいかなって思ってますで片白に対してはうーん何か7番さん まあ完璧な印象なんだけど7番さんで囲いがないんじゃないかなってもうなんか直感ですけどこれはね。まあ、思ってますね。今日は5番さん行こうと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね。今日6番さん結構ちょっと白くなったんじゃないかなって感じてしまったかな。うーん ってなると、5、6って結構占い値かなって思ってしまったんだけど、8番さん2が占い値って言ってたけど、私は5、6が占い値かなって思ってる。で、2番さんっていうのが、4、9フラットで3、5を釣るっていう発言だったんだけど、その理由がめっちゃ薄かったかな。3番さんに関しては自分のこと言われたから。で、5番さんに対してはふわっとしてたからっていう理由が薄かったかな。 思ったから私は2番3つって56の色見たいかなっていう,うに思ったみんな好きなとこに入れたらいいと思うそれでラインが見えるから好きなとこに入れたらいいと思うんだけどうーんとその56でその6番を黒く見たのがおかしいみたいなの言われたんだけどさいやおかしくないと思う6番っていうのは5を釣り寄した理由が123の触れ方が雑っていうところでで自分も雑だっただからそれって5番3を釣りおす理由にはならないよねってとこ6を黒く見た。 で6番っていうのは、対抗の4番さんに、えー、まあ、つらりチも多分六6番さん入ると思うんだけど、9を新面に見るって言って、すり寄ってきたんだよね、4番さん入れるって言ったのに。その点か、6番ちょっと占い値かなって思ったかな。で、5番さんに関しては、初週、1、2、3、色をつけなかった。 で、ごねごね喋って、絶対それって自分でツリーチーム入る行為っていうの分かってるのにもかかわらず、そうしたってことはあって今日なのかなっていう印象を受けた。ってか今もそう思ってる。5番さんの労命はちょっと低いんじゃないかなっていうふうに思ってる。だからみんな5番さんを行きたい行きたいっていう理由が分かんなかったかな。まあ以上です。投票を始めてくださいあ,あオラじゃないべうん、これな、6、どうだろう。 占った方がいいんかな2に触れてたな5番のプレイヤーが選ばれました5が6か39が25番のプレイヤーは発言してください申し訳ないえっ、ー、と普通にスムラですうんなんだけど だって4番さんのさ、紹介者の仕方って結構、うん、占い師っぽくないと思うんだけどな。まあ確かに人外表になり得るっていうのは分かる。うん。新規。けど、そこまで、えっと、初週で、えー、っとね、4番さんを真決めるてる要素はまだないかったと思う、正直。うーん。だから、うん。 うん6番さん普通に4番ライン切りしたと思えるけどねだって4番さんって6番を僕より僕は4番さん炎症悪いえっ、ー、と審議はつかないって言ってて6番さん4番狼っぽいって言ってるのに 4, 4番さんは、えー、と6より僕の方を釣りをしてるうん納得いかないなうんいや正直ね2番さんってあんまり色折 見せてててなないいととと思思うけどね色落としてないと思ってるで一番さんも初週に関してはまあえっとき今日2週目に関しては僕を釣りをしてるけど初週に関しては進行論しか言ってないんで色は落とせなかったと思うよ。うーんいやまあ釣られて申し訳ないけど4番、まあ、さんが死んだったら僕は人外表になりえると思ってるから、まあ、釣られてよかったのかなって思ってますけどうーんいやーそっか四番さん僕しか入れてないのか。 <laughs> 申し訳ない <laughs>。いや、どうだろうな。正直、なんかね、あんまり色が落ちないかなと思うかな。うん、三番さんがやっぱ一番白いと思う。ちょっと理由、ごめん、言えなかったけど。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目をうん、これな。6。おれ、おれ、おれ。 ああ白かうんどこだろうあらな気持ちかくっそ二かなこれ。 朝が来ました。うーん、これもちょっと六次第だな。昨夜死んだのは。三日まで。三番。のプレイヤーは。発言してください。六白に白。うん。四番さって二周目六番さが黒くなったのかな。う約把握でーす。 うーん4級の精査については、1周目に関してはマジでつかなかったですね。 俺が6万さんを釣り落したのって、6万さんの発言から黒いなって思った様子があったわけじゃなく、占いがシーだった場合、6万は4万に対しての殴りが雑というか、理由が薄かったとこかな、4が2四が偽に見えるって一周目から言い切った、あの発言の内容が薄かったから、46ローローの身内切りっていう線が終えたのと、9万が5万と6万の優劣をそこまでつけていないのに、 6番を6番が黒いと申ししたところが96ロールだった場合のラインが見えるっていう構想を通しただけで別に49どっちが真か真じゃないかっていうのはつかなかったですけど9番に関してまあわからんマジでわからんうんこれ <laughs> 4と9の精査めちゃめちゃ難しいんですけど9番さんって6番さんは2周目白くなったね 6番はでもすり寄ってきてるから占い位置そこの白くなったところの理由が薄かったかなって思いますね9番さんに関しては4番に関しては分からん表4番さんっておそらくなんで分かんないかっていうとああいうふうに自分を疑ってる人を初日に投票しますっていう発言をしておいてそれに対する反応を見て精査をしようと思ってると俺は思ってるからこっからの発言がめちゃめちゃ大事だと思っている だから全くわからないですね。ここからの発言聞かないと。はい。はい、6番さん占って白でした。6番さんが猛烈に9の新名を上げてるんで、えっ、ー、とね、6、九人狼もあると思って6占った。それに9番さんが初日6怪しんでるんで、ライン切りもおったしね。で、これ3番さんが6怪しんでる時点で6番さん、3番さんの狼を終えるよね。 3番さんって昨日も占い審議してないのよ。今日も占い審議してないのよ。昨日も占い審議してない。今日も占い審議してない。で昨日占い審議してない理由ってえっ、ー、とね票が入っちゃうから俺がもうあの人外で自分を陣外で見てる人は投票するって公言してるからね。で5番さんと6番さんに関しては俺のこと偽名で見てるって言ってるから投票って俺の一票必ず入るのよ。 で、狼目はないけ実際6白だった。で、3番さんの狼理由って、えっ、ー、とね、5と6って俺のことを2戦目で見てるんよね、3番。えっ、ー、と、5と6って俺のことを狼目で見てるって発言残してるの。だから3が狼だから、えっ、ー、と、4と5って残したいのよ、3番さん目線。だから2に投票してるのよ。 これ6番さんよく聞いてね3番がオカミだからねだから3がオカミの理由説明すると4と5って4を2攻めで見てるからそこは残しときたいのよ3番さんだから4と5に投票せず2に投票してるここが3番のオカミ理由ね7番さんはちょっとミスリードしてるから頑張ってねうんだから今日急釣りね見てて3番って絶対 倒れに入れてくるからで占い審議今日もしてないからその点で6番さんしっかり分かってね今日急投票してよ6番のプレイヤーは発言してください,ださいああはいそうっすねどうなんですかねだって5番さんどうだったんですかね、うん、正直あのつ、ー、られてるとき あのー、会話内容からしたらちょっと村っぽいのかなって思ったけど最後のねあのー、一番白いのは3だよねって言ったのがちょっと臭かったかなとも思ったよねはい <laughs> あんまり参考にならないですけど僕の感想はそんな感じでしたその一言がなければ5番さん村で釣っちゃったのかなって思っちゃったんですけどはいまあいいやでえっと今日なんですけどえっと占い らでえっとどううしようかな4番さんなんか僕に黒とか出すのかなと思ったんだけど意外と白を出してくれてありがたいなって思ったんですけどでこれでなんか4と6ラインなんかガッチガチに組むのもなんか正直嬉しくはないんですよね。<laughs> はい、で9番さんでちょっとおかしかったのがまあそれ3番さん突っ込んだんだけど。 なんか2周目6番さん、やっぱ白くなったな、けど占い師だって言った発言が、正味分からなくて、で、さらになんか9番さんって、いやぜ、絶対僕占いだろうと思って、で、なんかちょっとね、時間差で2位しろでしょ。どうなんだろうと思って。で、あと投票の時もも、最後の発言で、私は、なんだっけ、2位に出るけど、皆さんは好きなとこに入れてねっていう発言もなんか芯っぽくなかったね。新だったら もっと自信持って言うんかなって思ったんだけどそこもちょっと考慮してちょっと今日は4番さん信じてみようかなって思うんで僕9行こうかなって思ってます。<laughs> はい以上です。7番のプレイヤーは発言してください。そうまあ36番さん言ってくれたけど9番さん目線1周目で、えー、一番黒く見てたところが白くなったんだったら。 ただ白くなったなだけじゃなくて、どういうところが白くなったかとかっていう発言って絶対落とすと思うんですけど、9番さんってそれがなかったんですよね。なんかそこが臭いなって思った。で、4番さんに関しては、奈良の指摘っていうのは別に真っ当で、4番さんの進行論に4番さん乗っ取ってなかった。村でも釣ると言ったのに奈良の精査が全くなかった。 で、7は6白いって言ってて、4番さん6番さ裏占って白だったんで7強かなのでそこミスリードっていう言葉で片付けれるのかなって、なんかそこもなんか雑いなって思ったんですよね。うん、だからさっきの9番さんの発言聞いた時はもう9番さん入れようかなって思ったけど、ちょっと今の4番さんの精査聞いててううん、正直9番さんの発言聞いてからにしようかなって思いました。うん、難しいなぁ。 4番さんのその、なんだろう、さっきの7に対する、7からの4に対する指摘のアンサーって何もないんだ。って思いましたね。はい。とりあえず9番さんの発言聞いてからかなって思ってますので、もう回しますね。八番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、全然わかりません。4番さんって、 今日、カングレカンできたかはまだ二度残ってるって思ってて、で、4番さんがローだったときに、相方しくっていなくね、3番さんも全く切れてるし、6番さんも1周目か4番さんぶった切ってて、7番さんって、何村でも投票しますってところから、自分の精査も加えてくるって7番さん、片代な、4番さんの片代なのに、その点で4番さん叩いてた点から、相方だったらそこを叩く意味あるかって思ったから、7番さんは言い方ないと思ってたんだけど。 6番さん今日9番行くんだってまあ、46ならワンチャンあるかなって思ってます6番さんが偽だったらねただ9番さんって2番さん昨日の時点で占い師じゃないって思ったんでしょうんで2番さん占ったんだろうって思ったけど6番さん占い師って言っててでもし8番の役の自分が2番さん占い師なんじゃないかなって言った発言で2番にしましたとかっていうならう ちょっと、き透んとるあるのかな。それなら私の7番さんとか占ってほしかったかなと思いますけど、7番さんの精査さなかったし。うん。4、6、正直ついてないけど、2、6残ってるってなって、4番さんの相方たちが見つからないんで、現状9番さんいこうかなって思ってます。よし、うん。で、5番さんは何か分かりません。 5番村やろうーんかなー、今のところそう思ってますけど、9番さん投票しようかなと思ってますまだ。まだ全然わかりませんが、6割9番さんで4割4番さんぐらいです。9番のプレイヤーは8ゲ発言してください。いや8番さんに聞ってたけど、そしたら私の相方はどこなんて言いたいで、あのなんか6番さんかなに言われたけど、占い。 なん貼るの遅かったみたいな言われてて動作が普通に遅くてあの遅れただけだから普通ににしようって書いて押してたからねそれだけは言っとくで2番占った理由としてはえ普通に2番昨日釣ろうと思って釣れたかったから2は裏だっただけなんだけどまあ6番占いちって言ったんだけどいや2番も見えないところだったかなっていうふうに思ってる6番さんっていうのはみんなで白い黒いって1周目から言っていってるじゃんだから どんどん色はつくかなと思ったけど2番さんっていうの色つかないかなと思って占ったでそれで偽に見られるんだったら私が悪いかなとは思うんだけどそう思ってるで現状、うん、やっぱり6番さんが私その自分白出されたから私に投票するっていうのは臭いかなと思ってやっぱ6番さんかなで6番さんを昨日白く見,や見た理由としては 4番さんに、えー、5、6番さん、えー、自分はまた黒く、えー、と偽に見るようだったら投票するよって言われてるのにかかわらず、4番さんのことを偽で見たところ、で6番さんっていうのは、あの別に、えー、と黒く見てた人もいるわけだから、釣り位置になるはずだったのに、そういう発言をしたところで、えーと、白いのかなっていうふうに思ったって、昨日ちゃんと言ったはずなんだけど、それが緩いって言われるんだったら、それは申し訳ないかな。もうそれぐらいしか言うことないかな。で、3番さんに関してなんだけど、 色はつかないよね、正直、えー。わかんない。でも4番さんが3番さんを必要に黒いって今日言ったところから3番さん白なかなだと思ったけど3番さんは色が本当につかない。わかんない。ごめんなさい、わかんなくてすいません。1番。プレイヤーは乗、ね、ってりなけい、うん、自分当てていいですかうん。9号人狼かもしくは93人狼93か95。95%ぐらい。 で7狂人、7は明ららかに強靭かな ?7 って4の神名の先方おかしすぎるでしょ ?4 が7の精査をしな,しなかったら村でもね、4の2戦を、2戦目を追ってるのを釣るから7の精査をしないのがおかしいって言うけど、あなたはね、4にし白を出,出されるんだよ。次の日9が7に白を出す可能性だってある。だったら釣る必要なんてないでしょなんでだって、あなたが精査したところで釣り位置に入るわけないんだから。 7のね、4の真の塞方が明らかに強靭。だから9が狼かなと思ってる。で、4が狼でないのがね、2神ね。4が狼だったら絶対には買わないわ。で、4っていうのはさ、5をつって6に白出してるわけでしょということで4の線っては3人しかヘイト向けてないの自分が役だからね。で、あのね、4が狼だったらね、1に白出すか、うん、6には白出さないよ。この動きは絶対に狼ではない。方法9は狼だわ。 で6番さんがね、白いのは1周目を言った通りに、5番さんに対するツッコミと、あと2周目で6番さんが良かったのが、5番さんが、要するにね、一週目で、7番さんもツッコんだけど、1周目でできていたツッコミだったんだよな、ね、あれってね。5番さんが4を死んでおけないっていう理由っていうのは、だからそれ6番っていうのはかなり無駄だと思ったんだよ。うん、やっぱ強制だから9番がね、昨日若干6を白,白っぽく置いたのが良かったなと思ったんだけど、さらにまた6ですか。6は白だよ。<laughs> 6は白だと思うよ、これ。 うん、だから9でいいと思ってるけどね、7強な7の4のは、うんこれね、真の性格で明らかに強人まあ9でしょ。ワンチャン終わるかな。投票を始めいや、終わんないね。3だわ。終わんない。3がもう、昨日も今日も占い審議つけてないから。5はちょっと、多分、強水人に怯えて、俺に怯えた。 村だねー番のプレイヤやっぱね三はどこ入れてるああやっぱ、ね、発言してくださいお終わらないですごめんなさいあの多分みんながうまくて私がめちゃ下手だから占いし っていう大事な役職だったのにしっかりできなくて本気で申し訳ないなっていうふうに思ってます。いや完全に私が悪いです。正直はっきり言って三六七どれが人狼か分かってないんですけど、四番さんはもう三に黒出すしかないのか。だから三番さんは違うのか。となると六七どっちか。 いやそれはみんなで審議してほしいかなでも私のもう新規で進行したから3人入れて終わるのかなみんなえごめんなさい本当に申し訳ないです弱かったですいませんでしたこれやっぱね強制時の強さってラインが見えるとこなんだよねこれは強いしっかり黒の理由言えるとこがあの強制時の強さだね 精査しないとこに人狼がもう俺噛む俺噛んでも無理やろねそうそう、占ない審議つけないのだってつけたら票もらうからねからすっすり寄った方が良かったんだけどね3番さんけどすり寄ったら今度は次の日意見変えちゃうから 朝がきました。昨夜死んだのは八番。うわ、ハンターは強い。三番のプレイヤーがハンターゲーム失礼にされました。村人の勝ちです。これは強い。うーん。 え、二佳強化二佳境。あー、なるほどね。いやー、強化はい、皆さん、おやありがとうございましたあの。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録の方、お願いします。あと、今日、高評価の押してもらえると助かります。あ二番さんも占い審議したら噛まれちゃうからね。 7番さん強人じゃないんかうーん5番これね「ごっとごっと6」が俺のこと2戦目で見てるから3番さんってそこが釣られたら損なんだよねだから2投票してんだこれちょっと言いたかったら言えずに終わっちゃったね「新郎札」のライブ配信毎日やってます チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。